鳳凰の鳴き声と貴山から流れてくる音、裁縫名器の奏でる曲こそが俺の思う高級王かもしれないからな。濃いようなら聖書、程よい具合なら絵を描こう。君が作った牧場の濃さで書く内容を決めたいと思ったんだ。端子を広げ、静かに写経奏唱をなす。清掃に座りて、再入茶を分かちたわぐる。お茶を飲みながら、あんたと他愛のない話をしたい。あなたとこうして、昔の香りを楽しむことができて、とても幸せだよ。あなたはどう思ってる？一日を費やしてまで、僕に付き合ってくれるかい？